嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週毎週はい、ということで土手です。土手ですって、まあ、河川敷みたいになってるからその説明なにそのうざがら、うざがってる感じ。お前、ちっちゃくね。両隣がでかいんですよみんなも知っていると思います。はい、虹壊れるから。虹に関する都市伝説、え、普通考えれば七色じゃないですか。はい、この世界にはなんと白い虹というものが存在する。白い虹、ホワイトレインボー。そんな命がけポケモンみたいなことあんの？説明するよりもね、見た方がね納得できると思う。ああ、そうやな。画像がこちらです。これです。うお、え、雲じゃん。え、雲じゃない。これ、これは雲じゃなくてちゃんと霊気とした虹なんです。2018年6月7日にね、長野県白馬村で実際に観察されたものなんだけど、まずそもそも普通の虹がね、なんで虹が、ね、そう、なんで虹できるか知らないでしょ。虹ができるのはね、気持ち次第。五流の高校野球じゃない雨の雫に日光が当たって、はい、この雨がねプリズムのような役割をするんだよね。水晶みたいなもん、簡単に言えば太陽がこう光が当たってこの中で屈折するのよ。うん、はいはい、それで七色に見えるの。それに対して白虹っていうのは雨よりもちっちゃい霧が反射するんですよ。霧、そう、霧霧前ちっちゃすぎて屈折するスペースがなくて、うん、全部同じ色になるわけ。なるほど。要するに遠近法ってことか。遠近法じゃねえよ。え、違う、全然違えよ。全然話聞いてない。あ、ごめんごめん。この白虹が起きた次の日は晴れると言われておる。お前大木戸晴れの前兆であると言われてる一方で、恐ろしいサインでもあるんです。え、それが巨大地震の前兆である。やばい、白虹ではないんだけど、昔あのバラエティ番組で地震をめちゃめちゃ的中させる人物の特集みたいなのがやつだね。ほうほうほう。まあその人物をムクヒラヒロユキって言うんだけど、その人が言うには巨大地震が起きる前にはある種の虹ができるって。その的中率86%。 86%。 その虹をね、ちょっとみんなに見ていただきましょう。え、虹ってさ、うん、普通アーチ状になってるじゃん、うん、そうじゃなくてそれから一部切り取ったような虹なわけで、ね、めっちゃ見てこれピンポイントいい、そこしかない。ムクヒラが発見したからムクヒラ虹って言います。名前つらせえなこれ。やだダセとかやめろ。やです、やですって、うん、白虹と似てる傘って言われるね、気象現象で、ね、ピン傘って英語でなんて言うんでしょう。アンブレのチェックメン。自己解決やろうね。すいません、一人でやる。すいません。傘もね、ちょっと見てもらおうかな、みんなに。傘、はい、傘、傘。うわすげえ。え、これこんなかっこいいでしょ。これコンタクトじゃねえか。コンタクトじゃねえか。本当にコンタクト。ワンデラッキュー。待って、それしか見えんから。見てや、俺見た瞬間だから。ちょうどここにワンデラッキューのロゴが出てくる。なんでこれ起きるかっていうと、はい、太陽がありまして、その太陽を薄い雲がこう周りを囲むように覆って、はい、その薄い雲から漏れ出した光でこうなると。この傘も地震の前兆って言われてんのよ。え、うん、東日本大震災あるじゃん、これの前日に白虹とさっき言ったムクヒラ虹が発見されたっていう。うわ、完璧。もう2つ揃っちゃってるっていう。2016年5月29日には北海道の七飯町で白虹が観測されているが、その2日後には千島列島でマグニチュード 6.1 の地震が発生、6日後にはより近い十勝沖でマグニチュード 4.4 の地震が発生している。じゃあよくない虹なんだ。よくない虹なんだよね。実は今日昨日見たんだよ。マジ？うっそやねんけど。うっそやねん。ちゃんと乗っかる俺にも腹立つわ。ウィうるせえなお前じゃ。ウィなんだウィって。急にウィやめろするけどさ地震が起きる前日の空気の様子をね、気象衛星で分析して分かったことなんだけど、普段に比べて赤外線と電子の量が半端なく増大したっていう。それがそういうことか。地震に関係あると。そうそうそう、研究者で予想されてたんだけど、この予想が2015年に確定するのよ。というのも2015年のネパールでも大地震が起きて、これの前日も赤外線と空気中の電子が明らかに増大していたっていう。それによって地震が起きちゃう。そうそうそう、
け分かってる。やばいっつ。空気中の電子とか、白虹とか、地震の前兆って結構ね、科学的にね、証明されてきてるのよ。科学的に分かってきてる一方で、こういう巨大地震って、悪魔の仕業だって信じる人って世界中多くいるわけ。デビル。この地震に関する悪魔の数字っていうものがあるのね。666666じゃないんです。それが違うの。13でもないんです。それが。え？何？それが46なんです。46？ 新しいね。じゃあ46何の数字かって言ったら、はい、巨大地震とか巨大な事件が起きた分数なわけ。例えば阪神淡路大震災あるね。そんなわけないでしょ。あれは1995年の1月17日に起きた。時間なんと5時46分はいはいはい、まあまあ46、まあ1個目です。まあ1個目だからね。次、あのもう地震ではないけど、まあ巨大な事件ということで、アメリカ同時多発テロ、これ2001年9月11日に起きたね。はい、8時46分に起きた。えぇ、ー、来た、やばい。東北大震災、あれは2時46分。やばくない？さらにですよ、チリ地震、これ2014年のこれ4月1日なんだけど、8時46分。ひざ、46もそうなんだけど、はい、もう一個今言った中にかなり共通する数字が一個あるんですよ。それが11だ。まず淡路大震災が、まあ、1995年1月17組み合わせれば11になるじゃん、はいはい、うん、まあでもこれちょっと無理があるじゃん。まだ、まあ、東日本大震災2011年、そう、3月11、うわすげえ。でさらにアメリカ同時多発テロ、はい、9月11でこれアメリカン空港11便が地上110階に衝突したっていう。やば、触れてはいけないよ。これなんと11が3個も出てきてるのね。これらが偶然とは言いづらいと。だからこれを人工的に起こせる団体があるとしたら、ある秘密結社を思い浮かべません。うわ、ジャニーズ事務所や。ちょ、なんで、なんでジャニーズ事務所ちゃうのこれ。なんでジャニーズ来た。うっそ、ジャニーさんじゃないの。ユー行っちゃいなよって。ちげえわ。ユーだけいいね、ダルビッシュだけいい。お前うるせえな。そうだよ、そうだよ。お前、いけんな。フリーマンソンがね、人工地震を起こしてるんじゃないかって言われてるわけ。うわ、まあ、これ地震だけだったらともかく、アメリカ同時多発テロとか、うん、これドル札なんじゃん、うん、あれが 9.11 が崩壊していくのを表してるように、結構切り離せない関係にあるというか、うんうん、さらに2016年に熊本地震が起きたね、うん、あった、うん、あった。あれって結構ね、人工地震じゃないかっていう噂が入られてる。そうらしい、うん、そうなんです。なんでそれ言われてるかって言ったら、うん、熊本地震って震源10キロのところで起きたって言われてて、自然に起きた地震と比べるとこれめちゃめちゃ浅いの。人間が今の技術を使って掘れる限界って10キロって言われてるの。これだからイルミナティ系列の建設会社が10キロ掘って、はい、そこで原子爆弾を爆発させたんじゃないかって。マジで言ってるの。そう。さらにね、そのフリーメイソンっていうのは、はい、悪魔の数字である13とかその666の18を日付とかで組み合わせてこれらの数字にすることを好むわけね。熊本地震が起きた年月、2016年4月14なんだけど、4月14足してみてください。18になるわけ。うーわ、果たしてこれが偶然と言えるでしょうかということで。怖い、ね、でもうん、悲しいですね。これがもし人口だとしたら、なぜそんなことをするのか。確かに。だからこれ白虹は次の日が晴れという極めて平和的な前兆であると同時に、巨大地震の前兆にもなっていると。その地震っていうのはもしかしたらフリーメイソンによって起こされた意図的な破壊なのかもしれないっていうで、皆さん白虹を見てしまったら大至急その場から離れることをお勧めします。やばい、いや怖いわ。怖いちょっともう信じるか信じないかとかもう言わせない。言わせてくれ。2019怖いね。え、すごいね。えげつるばっかな。ということでございます。はい、やばすぎた。いやー、打率高いね。9割83人の線も本当に1割6分の7、45打数38安打。最強です。少しでもためになったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次のドテズラでお会いしましょう。ドテズラ。バイ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 。イルミナティ、腹立つ。イルミナティどうでもいい。お前すぐから社会的に行かれる。えちょっと謝りティーやって。逆に遊戯王のやつ。好きになって信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない。